皆さんこんばんは。コーヒートーク、今宵も始めていきましょう。ボタンを押してください。メンバー脱退を乗り越え、スーパースマイルズの最新アルバムがミリオン突破。一部の私立校でビデオログが教育課程の一部に。多く労働組合が職場での種族的差別の廃止を要求している、店を開けるか。いらっしゃい。です。蜂蜜ミルクを一杯くれ。あ、はい、今すぐに。いきなり来たな。あ、紅茶が入荷してるな。蜂蜜ミルクでしょ。ミルク、蜂蜜、どうだろう。蜂蜜ミルク、これでいいんじゃない。蜂蜜ミルクです、どうぞ。ありがとうよ。どういたしまして。ねえハンサム、今そこに猫が。で、うわ、一緒に入ってきちゃった。落ち着いて、心配ない。やあ、かわいい猫ちゃん。何を探しだい？ミルクはいるかな？ああ。やっほーマスター。うん、ミルクちょうだい。ぶったまげー。何よ、お化けでも見たような顔して。いや、っていうかごめん、そんなつもりじゃなくて、猫耳族の編集を見るのは久しぶりだったから。人前じゃめったにやらないもんね。猫耳のお友達はあんまりいないけ？多いとは言えないかな。君たちは猫の姿で通勤してるそうだけど、それって本当かい？本当だよ。ま、猫の姿の方が何かと都合よさそう。その人間じゃなくて二足歩行形態で通勤するよりは。まあね。とにかく今話を続ける前に、私のミルクプリーズ。なあ、すまない。どういったミルクがお好みで？ただのミルクで OK。 余計なものは一切なし。そうそう、ミルクだけ。そうですか、じゃあ普通のミルクを。はい、ミルク。笑顔なチャーミングなお嬢さんに捧げる新鮮なミルクだ。どうも。未成年の女の子を口説いてるわけ？ただ褒めただけだ。お褒めにより栄光なり。なんや。わっ、すっげえうま。どういたしまして。こんな世の中に あなたみたいな子が何やってるの？私そんなに子供じゃないよ。もう十分大人だし、自分の面倒くらい自分で見れるもん。けど大人には見えないけど。私18歳だよ。それって子供ってこと？それもあなたとは違うけど。それに
私13歳の時から自分で稼いでるし。ってなわけでもう子供じゃありません。稼いでるってどうやって？知ってるはずだよ。どうだろう。あ、待って、まさかあなた。はい、行っちゃって。これがもし犯罪とかあなたに危険が迫ってるなら2回まばたきして。お姉さんマジで言ってる？私みたいな可愛い子ちゃんが。当然。お姉さんテレビとか SNS ってあんまり見ないでしょ。気取ってると思われたくないけど、テレビとかほとんど見ない。かっこつけ。貧しくとも意識は高くってやつ。お姉さんは貧しくとも担当かな。だっては何にも頼んでないし。乗ったのコーヒーも飲めないぐらい貧乏。彼女が商売下手なのは確かだよ。そう、私たまに思うんだ。この店って私が来なくてもやっていけるのかなって。何ちんたらやってんのお姉さん。さっさと注文しないよ。これってメイドカフェ化の実験か何か。ね、ご注文は？いつもので。はいよ。はい、トリプルショットエスプレッソ。お待たせ。いつもと同じくらい美味しい。気に入ってもらえてよかった。あ、ちょっと待って、どこかで見たかも。あなたってもしやアイドルグループのメンバー？レイチェル・フロンシア？レイチェル・フロレンシア。最近スーパースマイルを卒業してソロになったっていう？ちゃんと知ってるじゃんお姉さん。だったら改めて聞くけど、ここで一体何やってるわけ？ミルク飲んでる。けどもう見たでしょ。本当にミルク飲んでるだけだよ。この店ってどうして変人ばっか集まってくるわけ？まあ変わったお客さんが多いのは確かだ。それでも有名なアイドルさんが当店にミルクを飲みに来たのは初めてかな。やったね、実績アンロック。いやマジでさ、なんでここにいるわけ？それはまあそのよくある若者の悩みっていうか、パパと喧嘩しちゃってでここにいるわけ。あ、そっか。けどあなたみたいなアイドルがこんな世の中に一人で外で出しちゃっていいの？平気なの？私のことならご心配なく、猫にも変身できるし。マジで心配になってきた。とにかく何があったの？私のパパと言い争いになっちゃって、私の仕事が気に入らないの。パパはずっと私の仕事をネガティブに考えていて、けど私はこの仕事が好きで。お母さんどう？あなたの仕事どう思ってるの？ママは数年前に死んじゃった。ごめん、余計なこと聞いちゃって。大丈夫。お父さん芸能界に詳しいの？数十年前まで中で働いてた。だから業界のことはちょっと知ってる。あ、いっぱい来た。ああ、よう、ハンサム。こんばんは。初めて会うお嬢さんたち。昨日会ったばっかじゃん。ただの冗談だフレイヤ。とにかく今ハンサム。はい、ジュンサー。喉がちょいと痛くてよ、
レモンと蜂蜜入りの抹茶を一杯もらえるか。おお、また珍しい抹茶ですよね。レモンと蜂蜜ですか。これでどう？どうですか？蜂蜜レモン抹茶、これでいいかな。はい、抹茶です。お待ちどうさま。材料間違ってねけど、なんかずれてら。次は材料の順番を入れ替えてみな。わかりました。で、調子はどうです？パトロール中、何も変わったことは？そうそう、なんか面白いことなかった？そういや、今日の勤務中に恐ろしいもん見た。何々、聞かせて。本当に聞きたいのか？あれを目にした瞬間、血の気が引いたぜ。俺の給料をよ。ちょっと、そうさ、今日は給料日でな。で、勤務中に ATM をチェックした。恐ろしい光景だったぜ。そいつと労働組合のデモを除けば、ま、特に問題ねえよ。俺のどこが問題ないって？若い人気アイドルが一人で外をほっつき歩いてんのに。この街が安全ってことじゃねえか。よう、飲み物と場所をどうも。そろそろ帰るわ。あ、ご来店ありがとう。楽しいひとときを過ごせたかな。おうよ。行ってもうた。あの子って誰？そこに座って本読んでた子。ここはカフェだぜ。別だ、珍しい光景じゃねえ。お前さんだっていつもこの店で何か書いてんだしよ。確かにそうだ。で、どこまで話したか？ああ、そうだ。ここで何やってんだよ、お嬢さん。もう夜は遅いぜ。他に行くところがなくて。それにこの店、居心地が良さそうだし。そうか。つまりお前さんはバーへ行きたかったが、未成年だから無理ってわけだ。どうしてわかったの？パパさんって人の心が読めるわけ？同じ年頃の娘がいんのさ。あいつらの腹の中を読むのは難しくね。毎日あいつらとやり合っていたな。お前さんがこの店にいる理由は知らねえが、何も心配することはねえ。こうしてる間に嫌なことは全部忘れちまうさ。ちょっと、あなたって警察官じゃん。他人の娘の面倒を見るのは彼の仕事じゃないよ。けど警察官じゃん。警察官ならそうすべきじゃん。落ち着け、フレイヤ。そう興奮すんなって。そうだよ。こちらの警察官様のおかげですでにめっちゃ安心できてるし。君もご存知のはずだぞ、フレイヤ。この店はとても安全なんだ。ですよね、ジョルジュ巡査。足りめえよ。この町でここより安全な場所はねえさ。おっと、今のお墨付きは割引サービスとセットだぜ。なんだよ、そんな目で見るなっての。あなたって警察官でしょ、パパさん。だったららしく振る舞って。町の安全を守るため犯罪には立ち向かうけどよ、人様の娘の親並みなんて俺の手には負えねえや。
んなわけない、あんたも父親じゃん。う、まあな。あの皆さん、全部聞こえてますけど本当か？ミロフレイヤ、この子は身以外に自分の身だって守れるわけさ。とにかくお嬢さん、レイチェルよ、レイチェル、今日はなんでこの店へ？他の人にはもう言ったけど、パパと喧嘩しちゃって。今って笑うとこ？俺も毎日娘と喧嘩してるもんでな。ちょっとそういうこと言う？あ、本当のことだからな。ガキどもとは喧嘩しばかりだ。よくある話さ。つかよ、喧嘩が終わった後はもっと仲が良くなるもんだ。へえ、喧嘩が落ち着いた頃には俺はガキどもについて何かも学び、ガキどもは俺について何かを学んでいる。問題をなあなあに終わらせねえ限り状況は前より良くなるもんさ。けど本当毎日なの？今夜の喧嘩だってもうまたですかって感じで。前はあんなパパじゃなかった。あんなことが起きる前は、あなたがソロになる前ってこと？ううん、ママが死んじゃう前は。喧嘩の後はどうなる？何も。どっちもそのことには触れないし、次の喧嘩が始まるまでは問題をうやむやにするってのは危険だぜ。確かに簡単なことじゃねえが、お互いをもっと理解しなきゃいけねえ。認めるのは気が引けるけどよ、争いってのは相手を理解するのにうってつけなんだ。それが自分の家族でもあってな。けどママが生きてた頃はこんな騒ぎにならなかったもん。ママだけが私を理解してくれてた。で、ママはパパのこともよく分かってた。多分パパとママもこういった喧嘩をしてたのさ。で、ママがお前さんたちの仲を取り持ってたんだ。それって、けどそのママは死んじゃった。私を守ってくれる人は、そしてパパは最高のパイプ役を失った。ちょい待ち。こうした喧嘩はしょっちゅうなんだろ？けどよ、なんで今回家出てきた？うちの娘はやったことねえぜ。いや、それって俺がいつも家を出ていくからか。仕事にかこつけてよ。その線がこそだ。まあ、何度もこの店に逃げ込んだよ。けどまあ、しつこく言うようだが、パパとの問題はちゃんと解決しないとよ。どういった関係にも言えることだが、問題をほったらかし、ほったらかしとくのは危険なことさ。あんたの苦しみはちょっとわかるよ、レイチェル。私も昔はよく家出たし、今は両親とうまくやってる？うん。いつからそうなったの？どうやって？正直自分でもよくわかんない。気づいたらそうなってた。もっと遠くまで逃げよっかな。だってさ、私は自分で稼げるし、パパに養ってもらう必要もない。それってどうだろう。なんで？私は大人だよ。大人は普通、私は大人とか言わないし。ちょいと一人で考えてみな、レイチェル。パパの立場に立って考えてみるんだ。この問題きっと解決できる、二人の大人としてな。結論急ぐことはね。どうだろう。とにかく焦らねえこった、今のところは。さ、おめえさんは家に帰んな。本当に夜遅いしな。俺も家へ帰るからよ。ついでに車で送ってやる。けど今すぐパパと話し合うことはねえさ。まっすぐ部屋へ戻っちまいな。娘が家にいるって分かりゃ少なくともパパは安心できる。もっと冷静に考えられる。そうだね。まるで本物の警察官じゃん、ジョルジー。そりゃそうさ。で、家はどこだい、レイチェル。猫タウンの西側。そいつは遠いな。家まで送ってくれるんでしょ、パパさん。ああ、もちろんだ。あんたも乗ってくか、フレイヤ。うん、私は大丈夫。
チャリだから。いいのか。うん、バッチリ。そうか。じゃあ行くぜ。ありがとう、ハンサムとフレイヤ。気をつけてお帰りよ。またな、ハンサム。行っちゃった。なあ。君は気にせず残っていい。やめとく。私も今日はお開きにしよっと。ちなみに執筆の方は？光が見えてきたかも。そいつはよかった。やることはたんまりあるけどね。締め切りギリギリになりそう。こんなんで書き終えられるかな。いっそ打ち明けてしまっては？出版契約の件をボスに話すんだ。分かってくれるかもしれないぞ。うん、そうだね。すごいわ、フレイヤ。さ、このお金を受け取って。休暇を取って本を仕上げちゃって。んな展開ありえないし。出来のいい社員ってわけじゃないもん。やってみなきゃわからんさ。まあね。逆に息の根を止められちゃったり。プレッシャーやば。けど一つだけ確かなのは、このカフェが物語の宝庫だってこと。だから、うん、多分明日もまた来る。いつでも扉開けておくよ。どうせ開いてるし。うん、それじゃあまた。気をつけて帰るんだぞ。ねえ、スパイスレディ90年代に大流行した英国風ココア。